ケンちゃんは大きくなったら何になるの？そりゃ旅館屋さんになるよ。じゃあケンちゃんはずっと私のお隣さんなんだ。いつまでも続くと信じていた時間、僕らはいつも隣を並んで歩いていた。この変態何すんだよ。カホリに見とれすぎ。へー、そんなに好きなんだ。そんなんじゃないって。ねえ、聞いた？何？転校生が来るんだって。転校生？ずっと一緒だと思っていた。あの日、学園に彼がやってくるまでは。やあ、兵庫良一です。よろしくお願いします。じいちゃんは人の気持ちが知りたいと思ったことない？何言うとる。バレバレだっつうの。元気出しなよ。無理無理。でもだってお前に俺の気持ち分かるわけないじゃん。夏樹は好きな人いないの？関君は？夏樹？永遠のお隣さん。夏樹。そう、それが私のポジション。魔法がかかってる間にもし誰かのことを好きになったとして、魔法が解けて目が覚めたら、好きだった気持ちはどこへ行ってしまうんだろう。わかるもん。大好きで苦しい気持ち、だからケンちゃんの気持ち私には分からないなんて言わないで。携帯禁止とかありえない。だよね。でもしょうがなくない？あんなことあったし。来るかな山際さん。君にはできない。教師の携帯もダメなのか？それじゃ教師も出席停止になっちゃうだろう。そうなりますよね。え、よもや使命を忘れたわけではあるまい。人が本当は何を考えてるのか、あなたも知りたくなったでしょ。何をしたの？僕の使命はこの時代に一人でも多くの能力者を目覚めさせること。それを遮る者とは戦う。両国戦いたくない。いつまでも続くと信じていた時間、時が過ぎて僕らは奇跡の意味を知る。狙われた学園。